皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生の国語環境問題について報告しようの4時間目の内容です。教科書55ページを開いて一緒に勉強していきましょう。前回の学習では、自分が伝えたいことを資料を活用して分かりやすく報告する文章を書きましたね。今日は書いた報告文を読み合う学習をしていきます。ではここで動画を一度止めて、目当てをノートに書きましょう。書き終わったら動画の続きを見ましょう。目当ては書けましたか？皆さんは資料を用いて文章を書くときにどんなことに気をつけて書きましたか？話題提示や詳しい説明、まとめといった構成があったり、事実と意見の書き方の違いだったりがありましたね。そして資料を活用することも大事な学習でした。さて、今日は書いた報告文を読み合う活動です。読み合う時の視点は大きく3つあります。1つ目は報告したい内容が伝わってくるかということです。何を伝えたいかが分かる文章になっているでしょうか。また説明の流れに筋道があるでしょうか。例えば問題点、原因、対策といった分かりやすい流れになっているかどうかです。2つ目は資料が活用されているかということです。説明内容ごとに根拠となる資料が用意されているでしょうか。それぞれの資料があることで説明が分かりやすくなっているでしょうか。3つ目は資料の使い方は正しいかということです。図やグラフ、写真の大きさや位置は適切でしょうか。大きすぎたり小さすぎたりはしていないでしょうか。文章の資料、解説の引用が正確で適切な長さでしょうか。資料の文章を引用するときには鍵括弧に入れて正確に書き写しましたね。そして情報の出どころ、署名などを示しましたね。それもきちんと書かれていますか。これから読み合っていきますが、観点ごとに色の違う付箋を貼ると分かりやすいかと思います。もし付箋があるという人は付箋を準備してください。付箋が準備できるまでは動画を一時停止してください。もし付箋がなければ構いません。では先に進みますね。読み合う時の視点が映し出されていますか。友達同士で読み合うことができれば、見つけた良いところや手直しのアドバイスができると思います。しかし自宅で学習していることを考えると、それが難しい状況かもしれませんね。その場合は読み合う時の視点をもとに、お家の人に書いた報告文を読んでもらいましょう。それにより良いところやアドバイスをもらうと、より良い報告文になっていきます。友達と読み合っても、お家の人に読んでもらっても、新しく書き直す必要はありません。今書かれている報告文に書き加えたり削除したり順番を入れ替えたりしてみましょう。せっかく書いた報告文ですから、それをないがしろにしてしまってはもったいないです。では動画を一度止めて報告文の読み合いをしてみましょう。読み合いを終えることはできましたか。皆さんはこの単元の目標を覚えていますか。資料を活用して報告するでしたね。報告文を書くために、資料の題名やキャプションに注目して、どんな資料かを確かめてから資料を読み取りました。資料から読み取れることと自分が考えたことを分けて書くように気をつけることもしました。資料に書かれていることを引用したり、資料から読み取ったことを要約したりして文章を完成させていきましたね。グラフなどでは数値を正確に書くことも気をつけました。皆さんが資料を活用して報告文を書くときに気をつけたことはどんなことでしたか。これまでの学習を振り返ってみて、自分が頑張ったことや工夫したことを振り返りとしてノートに書いてみましょう。では動画を一度止めて振り返りをノートに書きましょう。振り返りは書けましたか。今回の報告文では環境問題についてでしたが、環境問題に限らず様々な場面で活用することができます。例えば総合的な学習の時間で
何かについて発表することがあるかもしれません。その時には自分の意見だけではなく、相手を納得させるために資料を用意する必要があります。その時は今回の学習で学んだ資料を活用する力を発揮する場面となるわけです。ぜひ活用してみてください。これで今日の学習を終わりにします。